はい、こんにちは、こんばんは、コンコンです。今回はね、期待の新英雄アンジェラのスペックに関して見ていきたいと思います。で、アンジェラ結構ね、巷では強い強いと言われてたんで、まあ、どんなもんかなと思って計算してみたんですけど、実際ね、結構強かったです。なので今回はどんなもんかっていうのをね、紹介していきたいと思います。では早速見ていきましょう。はい、アンジェラさんですね。サイバーな感じのね、見た目をしておりますが、スキルの方を見ていきましょう。で、この英雄は基本的に3つの性能を持っていて、1つ目が全ユニットの攻撃力を 50% 増加するって効果。まずこの時点で結構強いですよね。で、あとは追撃効果で、前2列のユニットが通常攻撃をするとき、一定確率でランダムな敵1体に 200% の追撃を与えると。そして、さらにそれが弱体状態の相手なら、ね、ダメージは 320% になるという感じで、まあ、結構火力の高い追撃に加えて、まあ、弱体相手であれば、まあ、さらに強いダメージを与えるというね、まあ、条件によって、まあ、火力が異なるような、まあ、追撃となっておりますね。そして、陸軍の通常攻撃でこのスキルが発動した場合に、まあ、弱体状態の敵を優先して狙うようになるという形で、まあ、陸軍で使った場合であれば、まあ、敵に弱体状態の敵がいれば確実に、まあ、この強いダメージで、まあ、追撃ができると、そんな感じになってますね。なので結構ね、まあ、強い感じのスキルかなと思います。でね、それぞれ数字を見ていきましょう。で、まず、全ユニット攻撃 50% 加算に関してですが、まあ、これは単純に強さ値換算で 1.5 という数値になりますね。で、クリエイターとかもそうなんですけど、基本的にこのベースの強さとして、攻撃力増加効果がついている英雄は大体強いですね。まあ、でもこの時点で結構強いなっていうのはわかる感じですね。そして追撃の方を見ていきますと、まあ、火力は 200% なんですけども、一応ね、検証班の方とかの情報をいただいておりまして、まあ、それによると、まあ、大体発動確率 40% ぐらいじゃねえかって言われてるんですね。なんで今回は発動確率 40% という形で見ていきたいと思います。そして 200.9% の追撃で 40% の確率ですので、まあ、期待値で言うと 80.36% の追撃という形になりますね。そして、このスキルは、ま、前列2列だけの発動ですので、まあ、期待値的に3分の2して、まあ、53.573% の追撃というスキルになりますね。はい、そして、弱体状態の強化あるんですけども、とりあえずそれを考慮せずに、現段階の強さを求めてみますと、まあ、こんな感じで、強さって 2.3 という数値になりますね。まあ、普通に強いなってぐらいの、強さですね。まあ、シエルよりは普通に強くて、まあ、ただ、アウスラよりはちょっと弱いぐらいの、まあ、そんな感じの性能になってますね。と、まあ、通常の状態がそんな感じのスペックなんですけども、この英雄結構ね、強くなる余地を残してるんですよ。で、その一つが、専用スキルですね。で、このアンジェラの専用スキルが結構えげつなくてですね、まあ、このスペックを見ていくと、まあ、レベル5を作った段階で、スキルの発動が前列2列だけではなく、すべてのユニットが対象になるんですね。なんで、先ほどの計算で3分の2していた部分がしなくていい形になります。で、これで結構ね、まあ、強くなっちゃいますね。で、追撃が先ほどは 53.573 だったのが、まあ、このレベル5専用スキルを持つことによって、まあ、全てのユニットが発動できますので、追撃の期待値が 80.36% という形になります。なので、レベル5専用スキルを装備した状態での強さ値で計算すると、まあ、1.5×1.8 ぐらいで、強さ値大体 2.7 相当ということで、まあ、シンプルにかなり強い英雄という感じになりますね。さらに、いつも考慮している専用スキルが旧英雄よりも強い点を考慮しますと、まあ、それぞれ 1.09 をかけまして、強さ値 2.898 ということで、まあ、弱化相手に強くなる点を考慮しない場合においても、まあ、現在の英雄の中でもかなりトップクラスのね、まあ、性能を持っているということが分かった形となります。レベル7専用スキルとか考慮しないのであれば、エクレアに次ぐ強さでして、まあ、アウスラとかクイントとかはね、まあ、超えるスペックを持っているという形になりますね。で、しかも、この絵の強い点が、まあ、ここまでのスペックって、陸軍だけじゃなくて、海軍とか空軍で使っても同じ性能が出るんですよ。なんで、まあ、陸軍で使う以外にも、普通に海軍や空軍での起用っていうのも、まあ、十分に考えられるスペックとなりますね。ここからはさらに、弱化相手に強くなる仕様を考慮して、調査値をね、見ていきたいと思います。で、弱化相手っていうのは結構ね、聞き慣れない単語なんですけど、一応ね、運営とかに確認してくださった方がいて、まあ、その情報によると、まあ、弱化っていうのが、まあ、敵がね、受けるダメージが増える、まあ、状態で、で、現在の英雄で言うと、マキナ、メカアリア、月神イロハ、そしてアンジェラのレベル7専用スキルの効果、まあ、この4つが該当するということらしいですね。で、それ以外の英雄に関しては、ダメージが増える効果を持っていたとしても弱化状態っていう状態じゃないらしくて、まあ、この4英雄のスキル効果でのみ、まあ、今回のね、英雄が強くなるという感じのようですね。で、これらの英雄の効果発動してる時だけ
強くなる感じなんで、結構難しいんですけど、陸軍の場合はね、確実に弱相手に攻撃することができますので、弱が相手がいさえすれば確実に強いダメージを打てるっていう形で結構強いですね。で、仮に他の英雄とかうまいこと噛み合って、100% 強化できると仮定してみますと、追撃の期待値が 320.9%×0.4 で 128.36 の追撃という形で、かなりの火力を、ね、誇る形となりますね。で、この場合の強さ値を見てみると、こんな感じの計算をして、合計強さ値 3.7 という感じで、もう恐ろしいスペックになりますね。レベル5専用スキルを作って、メカアリアとか、マッキナとか、そういったね、相性のいい絵と組ませた時点で、専用スキルレベル7を持ってるクイントですとか、もしくは専用スキルレベル7を持ったエクレアとか、それに迫る強さになるんですよ。レベル5専用スキルの段階で。なんで、マキナとかメカアリアとか組ませて使うと、本当にね、えげつなく強いという英雄になるかなと思いますね。で、さらに恐ろしいのは、専用レベル7を作った場合、通常攻撃で敵を弱体化させる効果が入るんですね。なんで、専用7を作ってあげると、そういった英雄と組ませなくても、自分自身の効果で追撃を強化できるという形になるんで、これまたね、恐ろしいスペックになりますね。ただ、通常攻撃を行った時に一定確率で、敵を弱体化させるみたいな表記になっているので、発動確率はよくわかんないんですけども、仮に 50% ぐらいの確率で弱体化させられると仮定すると、ダメージを 20% 増やすっていう効果と加えて、こんな感じの計算をして、追撃のスペックはだいたい 141.196 ぐらいのね、形になるかなと思います。で、その場合の強さ値を求めてみると、強さ値合計 3.923 という形で、レベル7専用スキル持ちエクレアを超える、ガチの化け物っていう感じに、ね、なるかなと思いますね。ただ、この弱体化効果はね、どんぐらい発動するかっていうのもよくわかってないですし、それによって結構ね、強さがばらついてしまうところはあるので、実際この数値よりは多少控えめなスペックになるかもしれないですね。ただ実際クソ強いってことは間違いないかなと思いますね。という感じで、アンジェラは、空軍とか海軍で使っても普通に1000級の強さを持ってますし、レベル7専用スキルとか作って陸軍級を押し上げると、もうバケモンクラスのね、強さを持っているという形になりますね。それでは最後に3人編成のね、強さを見ていきましょう。いつも通りレベル5専用スキルを仮定して、編成の時のね、強さを見ていきたいと思います。そして結構ね、陸軍はもう英雄のプールが広くて、かなり幅広くなってしまうので、今回相棒は相性のいいメカアリアでね、固定したいと思います。で、結構ね、相棒としてメカアリアとマキナどっちがいいのっていう議論はあると思うんですよ。で、個人的にはメカアリアを強く押しますね。で、マキナのいいところとしては、弱体化効果はね、仕様変更によって一旦継続するようになったんですよ。で、他の弱体化効果は基本的に一回攻撃を受けたら解除される形なんですけども、マキナは一旦継続するので、マキナの効果を受けた相手がいれば、何回でもアンジェラのね、追撃を強化して打つことができるという形になるんですけども、基本的にこのアンジェラの火力ってえげつなく高いんで、弱化効果自身のね、ダメージが増えるっていう効果を加えて 400% ぐらいの追撃になるんで、基本的に当たりさえすればほぼワンパンなんですよね。なんで実は一旦継続ってあんま関係ないと思っていて、弱化状態の敵がいて、そういう人にアンジェラの追撃当たればもうぶっ壊せるっていう、そんな感じになるかなと思うんですよ。なんで実際マキナのそこの強さってのはあんま出ないかなと思ってるんですね。で、となると、マキナ自身のスペックとメカアリアのスペックを見た場合に、やっぱメカアリアの方が基本的には優秀なんで、そっちの方がいいかなって感じですね。そして、メカアリアも、後列に対して弱化効果をつける効果になるので、で、陸空の通常攻撃で弱化効果を解除しちゃうとかはないんですね。なんで、メカアリアであっても基本的にはアンジェラの追撃をね、ほぼ確定で強化できるような形になると思いますので、私の印象としてはメカアリアと組ませるのはね、一番強くなるかなと思ってますね。はい。という形で、3人編成を見ていきたいと思います。で、ちょっとね、計算してみた組み合わせを一覧として出してみたいと思います。はい。こんな感じですね。まず、アンジェラ・メカリア・アウスラの場合、11.68。ジョシュアと組ませた場合、11.74。パイナの防衛時ですね。で、組ませた場合、11.55。専用スキルレベル7持ちのポーラと組ませた場合、11.38 っていう感じで、非常に面白いことにですね、この4つの組み合わせ、どれで組んでも、そんなに強さに差がないっていうね、愉快な状況になってますね。というのも、実はアンジェラとメカアリアを組ました時点で、攻撃力増加、生命増加、追撃っていう、主要なね、スキルが全部カバーされちゃってるんですよ。なんで、どのタイプの英雄を入れても、基本的にはどっか被っちゃうんで、そんなに性能差とか相性の良さが変わらないっていうところありますね。なんで、基本的にこの4つの組み合わせ、どれを取ってもいいかなっていう感じはありますね。で、シールと組み合わせた場合は、追撃が結構ね、強く被ってしまうので、これに関しては、9.61という形でちょっと控えめなスペックとなります。
最後にクリエッターと組ませた場合は、まあ、18.63 という、まあ、非常にね、大きい数値が出てるんですけども、まあ、このクリエッターの数字は結構昔に出したやつで、まあ、現環境ではちょっとね、課題強化かなという印象を受けております。まあ、ベリーのね、効果で一瞬でね、シールド剥がされちゃったりとか、また、まあ、中盤以降で大ダメージを与えてくるエクリアに対してシールドをね、使えないとか、まあ、そういったところあって、ちょっと環境にマッチしてないところがあるんで、まあ、クリッター数値上はこうなってるんですけども、実際はね、もうちょっと使いづらいところあるかなと思います。はい、という感じになっていて、まあ、この中から一つ選ぶとするならば、まあ、攻撃、防衛ともにね、まあ、非常に使いやすい、アンジェラ、メカ、アリア、ジョシュアっていう、まあ、その組み合わせがね、一番おすすめかなという感じがしますね。で、進行時、防衛時の2ライン編成をする場合は、結構模倣ね、組み合わせの数が増えすぎちゃって、まあ、最適解を出すのはかなりむずくなっちゃってますね。で、個人的にはおすすめというか、まあ、こんな感じがいいんじゃないかなという印象としては、まあ、こんな感じの2通りがあるかなって感じですね。まあ、進行時は、まあ、アンジェラ・メカーリア・クリエッターみたいな組み合わせで、防衛時はアウスラ・パイナ・ジョシュアみたいな感じで守るって感じですね。やっぱりパイナとジョシュアは非常にね、防衛時の性能が高くなっておりますので、まあ、この辺をね、うまいこと使いたい感じありますね。また防衛時を厚くするのであれば、まあ、進行時はアウスラ・ポーラ・クリエッタみたいな組み合わせ。で、防衛時はアンジェラ・メカーリア・ジョシュアみたいな組み合わせでやるみたいなのもありかなと思いますね。ただぶっちゃけこの組み合わせに関しては、割と、まあ、どの組み合わせをとっても強いというところもありますし、ここは結構本当にね、まあ、個々人の好みをね、まあ、入れていいんじゃないかなというところありますね。で、今回はアンジェラとメカーリア組ませてますけども、レベル7専用スキルを作る場合であれば、無理にね、メカーリアと組ませる必要はないんですよ。なんで、まあ、その辺まで育て上げる人は、もっとね、まあ、自由な編成をね、まあ、試してみたらいいんじゃないかなと思います。まあ、とりあえず一つだけ言えるのは、アンジェラはかなり強い英雄なんで、まあ、普通にね、まあ、陸軍とかの一軍として起用できるかなと思いますね。はい。では、最後にまとめていきたいと思います。はい、まずアンジェラ結構強い英雄であるんですけども、レベル5専用スキルを作って初めてね、進化を発揮する英雄ではありますので、まあ、レベル5専用スキルを作らない場合は、まあ、無理して取らなくてもいいんじゃないかなという印象はあります。まあ、というのも、メカアリアとかマキナとか組ませない場合であれば、基本的にはアウスラの方が優秀になるんですよ。まあ、アンジェラは、まあ、一体で攻撃増加効果と追撃効果、この二つをカバーできるというのは強い点はあるんですけども、まあ、すでに例えばね、まあ、シエルナージャみたいな、まあ、攻撃増加と追撃両方ね、持たせるような編成で組ませているっていう場合であれば、まあ、これをね、無理やりねじ込む必要は特にないかなと思いますので、まあ、そこに関しては、まあ、無理はしなくていいかなっていう感じですね。ただ、レベル5専用スキルを作ってあげれば、普通に海軍とか空軍とかで使っても、まあ、普通に強いっていう感じになると思いますので、まあ、レベル5専用スキルまで作ってあげて、まあ、例えば2軍起用としてね、まあ、海軍、空軍で使うとか、そういったのね、十分にありかなと思います。そして、レベル7専用スキルまで作る場合であれば、普通にまあ陸軍でね、化け物クラスのまあスペックを持つ形になると思いますので、まあ、かなりね、まあ、大活躍できるんじゃないかなと思います。実際ね、まあ、アンジェラを暴れさせる人が多分出てくると思うので、ちょっとね、対戦が怖いなと思うところですね。はい。はい。という感じで、アンジェラのね、スペックに関する内容でございました。で、結構、現環境ってね、エクレアが暴れまくってるんで、まあ、そのエクレアをね、止める、まあ、一石を投じるような英雄になるかもしれないですね。ただまあ、エクレア対策を考える場合であれば、まあ、高烈に追撃がいっちゃうメカアリアよりも、マキナとかの方が相性が良かったりとか、はたまた、アンジェラ単体の方で使った方が良かったりとか、結構難しいところあるんですけど、まあ、ただね、まあ、絶対強いので、まあ、今後ね、まあ、猛威を振るってる空軍に対して、まあ、優に立ち回れる英雄なんじゃないかなと思いますね。はい、という感じでね、今回はこんな感じで終わりたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。またねー。